トラミチニブは分子標的薬に分類される抗がん剤の一つである。メク阻害効果により、細胞の増殖に寄与するモップック、アークシグナル伝達経路を阻害して、抗腫瘍効果を発揮する。メク1及びメク2を阻害する。商品名メキニスト。京都府立医科大学分子、標的癌予防医学教室の坂井俊之教授と JT が産学連携により、創薬した。 開発コード GSK112212。転移のある悪性黒色種のうち、ブラフ V600E 変異陽性の使用をターゲットとした第 3I 臨床試験でトラメチニブは良好な結果を示した。この変異では、ブラフ遺伝子でコードされるタンパク質の600番目のバリンがグルタミン酸に置換されており、故にブラフは向上的に活性化されている。 2013年5月、トラミチニブは、誕剤で V600 異変異、または V600 軽変異を有する悪性国職種に対する治療薬として、米国で FDA に承認され、2014年1月には、ブラフ阻害薬ダブラフェニブとの併用療法が、迅速承認された。また2014年4月には、欧州で、エマから、切除不能、または転移性のブラフ V600、 変異陽性メラノーマを有する成人患者に対しての承認を取得した。日本では2016年3月にブラフ遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色種について承認された。モップック、アーク経路の主要要素。P はリン酸でタンパク質がリン酸化されて活性化することを示す。最上部では上皮細胞増殖因子が 細胞膜に存在する需要体に結合しており、これがシグナルカスケードの起点である。下流に向けて RAFRA スメクモップックと活性化反応が進んでいく。最下部ではシグナルが細胞核に到達して DNA の転写が始まり、タンパク質が合成される。治験での副作用発現率は短剤で国内海外通算セント。 ダブラフェニブとの併用で89.8%であり、主な内訳は発信、下痢、AST 増加などであった。重大な副作用として、添付文書に記載されているものは、である。モップック、アーク経路、またはラスラフメクアーク経路とは、細胞表面での受容体刺激を細胞核に伝える、連鎖反応経路である。ブラフ遺伝子が変異すると、 受容体刺激なしでブラフが活性化して下流にシグナルを送り続け、細胞が無秩序に増殖する。変異したブラフを阻害することで異常なシグナル伝達を抑制し、細胞の異常増殖を抑えることができる。切除不能の悪性黒色種の患者322名に、対してトラミチニブと従来の化学療法を2対1に割り付けた結果、無造悪性存期間は、 トラメチニブ群4.8ヶ月体科学療法群1.5ヶ月であり、高度な優位差が認められた。無造悪生存期間は、ダブラフェニブとの併用で、さらに延長した。臓血幹細胞移植後の患者では、移植変態宿主病が生じやすいので、通常免疫抑制剤が使用されるが、この時移植変態使用効果をも同時に、抑制するので移植後に、 血液癌を再発することがあった。メクソ外薬であるトラメチニブを使用すると、グブとを抑制することなく、GVHD を抑えられることが、動物実験で明らかとなり、人患者を対象とした臨床試験が予定されている。分裂促進因子活性化タンパク質器のアゼメクで活性化されるタンパク質の一つ。ありがとうございます。